どうもみなさん、こんにちは。イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。駄菓子屋引き物第86弾はこちら、アマダマグネットステッカー高橋名人の冒険島でございます。はい、こちらはですね、前に皆さんに、選んでもらって、たけしとどちらがいいですかというね、質問に、1票も入らなかったものです。これをやっていきましょう。高橋名人の冒険島です。初めてファミコンでやった時はね、もう難しすぎて諦めましたけどね、途中で。さあ、懐かしい高橋名人、今ではね、頭がツンツル点でございますが、早速1枚目からいきましょうか。気があるのでしょうかね。え、こっち、ゲームの方、 A じゃなくてケロ。しかもこれに焦点当ててるの、カエルなの、カエルを紹介してんのこれ。ほっ、レッドオクト。あ、これね。いや、毎回映さんでいいよねこの人。レッドオクト、こんなちっちゃいの、こんなちっちゃいのいちいち紹介してるの。ほっ、何も書いてない。鍵かなこれ、鍵オンリー。ほっ、もう書いてないな、説明が。もう諦めてるで、説明書くの。早すぎんか。はっ、おっ、でかいスケルトン。これね。いや、高橋名人、マジそっくりやわ、これ。よう、こんなドットで似てる。あれ、作ったな、もう。口がね、もう。はっ、おっ、石斧に焦点を当ててきましたね。はっ、焚き火にいる？焚き火のマグネット。はっ、お、焚き火とつまずいてるとこだねこれ。はっ、お、2人。さっきから必ず卵映ってんやけど、どうなのこれ。これ何？はっ、スケボー。もう期待してたと全然違うわ、なんか。まあいいんやけど、まあ懐かしいっちゃ懐かしいんやけど。はっ、あはは、もう何これ。はっ、魅力、焚き火に囲まれたミルクするマグネットに。はっ、来たなー、よくわからんやつだ。はっ、プータ、これはいいんじゃない、かわいい。はっ、はっ、待ったや、これかぶるのとかマジやめてくれよこれ。これ最悪やで。小学校ぐらいの時に40円払ってこれ被ったら。泣くわ、俺。はっ、あ、レッドオクト。はっ、ま、被り出してきました。はっ、お、スネイル。これ、カタツムリのことかな。はっ、ブルーオクト。レッドがあれば、ブルー丸でしょう。ないの？ボス的な。こいつおるやん、この。こいつ名前なかったよな。ステージ、結構最後の方じゃなかったかな、この中ボス。はっ、お、これは、はじめっていうか最初らへんの方じゃない？ステージは。はっ、アイス、どれがステージがってこと？え、これがってこと？これアイスなの？説明不足や、これ。はっ、バッサ。はっ、コブラ。雑魚敵いらんのよ、マグネットに。はっ、ジグモ。いや、だから雑魚敵はいらんのよ、マグネットとか全然嬉しくないから。はっ、あ、来ましたよ、ステージ。何かわからないけど、ステージボス。変な体型よなこれ。今思うとめっちゃ気持ち悪いよな。はっ、あ、ケロかぶっちゃったよ。はっ、おはー、来ました、キュラ大王。これキラでしょ。キュラ大王まで行ったことないけどね。はっ、もう高橋名人端っこやられてるやん、もう。メイン、そら。はっ、ん、フラー、フラワーってことかな、間違ってんのか、フラーって名前なのかちょっとわからない。はっ、ハニーね。バグってハニーってなかったっけ、アニメ。はっ、出た、卵。そらね、ミルクもあれば卵もあるか。あー、来ました、またステージボス。
誰が考えたのこのデザイン、ほんまに。さあラスト1枚やりました。いやー変なマグネットやったで。はい、きたー。もうわからん、もうわからん。いやーすごいなおい、まさかキラなし。めちゃくちゃしよんな。すごいマグネットやったな。しかしこれはお金払う価値ねえ。それでは駄菓子屋引き物第86弾、泡田マグネットステッカー駄菓子名人の冒険島でございました。この後の小話をお楽しみにいただきます。ラララということで終わりました。駄菓子屋引き物ですが、これたけしと結構ええ勝負なんじゃない。これいらんわ、このマグネット全然いらにゃい。すごいもん打ったね。しかし泡田も、さあちょっとね机を片付けまして、今回の小話はですねこちらです。ダラン、悪のヘッドスーパーデビルの超魔力ビックリマン、悪魔ヘッドスーパーデビルですよ。これをねいつかやってやろうと思って、これね中にねスライムが入ってたらしい。でもう古いからもうね漏れてもうなくなってると思うんで、これを買ってきました100均で。でどういうものかというと、ここに書いてありますが、スライムを吐き散らす。すごいことになってますけど、お口周りがね。いやー、どういうことかと言いますと、頭を外し中にスライムを入れ胴体を頭にはめ込みます。後頭部をゆっくりと押し潰し、口から少しずつスライムを吐き出させますっていうね、スライムを吐き出させるソフビみたいな感じです。なおかつこれ闇夜に浮かぶ怪しい光ということで、窒光ですね。窒光、窒光っていうんか分かりませんけど、窒光、窒光でか、窒光です、窒光。さあ、呼び方は分かりません。窒光です、窒光ね。さあ、早速開けていきましょう。これ何年前やろな、書いてないな。もう30年前には間違いないはず。うわっ、いやスライムが、スライムがエビせんべいみたいになってる。エビせん、いやー気持ち悪い。こんなんジップロックに入れてさ、ジップロックとかジッパー付けでそら漏れるわな。いやーこれはもうぽいやろ、スライムの化石化。いやースライムって化石化するとこなのやな。これはもう捨てます。いやーちょっと汚いな。いやどうしよう、どうしましょう。中身のね スーパーデビルはなんとか無事そうです。よしよし、ちょっとね変えましょうか、視点をね、カメラの。はい、視点を変えてみました。説明書によると、これの頭をこうやって、ここに、スライム出る？あー、ここね、開いてる開いてる。よしよし、ここに、スライムを入れる。どこまで入れたらいいかな。あもう、いやだね、やばい。いろんなとこに引っ付くから。これ多いかな？多すぎる？多すぎるな。ここら辺に切っとこうか。よし。さあ、これを。ね、ちょっと多いな。なみなみ。なみなみついてまた。これ、あ、これあかんな。よし、これぐらいかな。で、これを入れる。だいぶやで、これ。だいぶ無理やけど。電灯ちゃんはどっちから。おー、いった、やってた。来ました。昔ね、まあ、窒光のこういうフィギュアというのは大変流行りました。ネクロスの要塞とかね。あの、クソまずいチョコボールみたいなカスカスのお菓子に入ってるゴム人形ですよ。ネクロスの要塞。久しぶりに言ったわ、ネクロスの要塞に。本当に光るか、やってみましょうか。ちょっと電気を消します。にわかに光っとるだもん。さあ、最後のライトをちょっと消してみます。怖い、あかん、だんだん中見にくくなってくる。あー消えちゃう、スーパーデビルが。あーあー顔が消える。なんか iPhone のカメラなんか映らんねー。ちゃんと電気を消した瞬間は映るんやけど。よし、じゃあお楽しみ、顔に入れたスライムをね吐き出させてみましょう。それではお願いします。
なんかごめん。な、内容物多めやろこれ。うわぁ、なんかごめん、スーパーデビル。体に対して内容物多めにやってもだ。いや、もうね、スライム吐き出しすぎて顔狭狭なっとるわ。いやぁ、戻らへんね。最後まで出したら戻るかな。魚みたいになってるやん。これ、面白。これ、今やるから面白いけど、面白かったんやんか、当時の子は。いや、ごめん、なんか。鼻水が。これで、電気消してさよならしようかな。さ、それでは皆さん、今日の小話はここまでです。さよならー。